はーい、どうもチャランポランタンの小春です。いつの間にか髪の毛が青くなりました去年突然青くしたんですね。だけどもう薄くなっておる。なんていうの、これってどれくらい持ってたんだろうね。なんか染め直そうと思います。染め直そうと思うよ。染め直そうと思っているよ。でもこれ長いからさ、ちょっとこれ自分でうまくいくのかなっていうのがちょっと正直なところなんですけど、はい。やば、ゴワゴワだ。はい、これちょっとこれは邪魔なのかな。もうやばいよ。もうちょっとすごいキャラがすごいことになってるけど、うん、これは前毛先だけを染めた時はなんか袋とか被んなかったけど、今回さすがに被った方がいいかな。あ、絶対小さい。大丈夫かなこんなんで大丈夫かな。あ、でも大丈夫かも。あ、これはなんか塗り残しとかめちゃありそうだね。ん？はいはい。うん。うん。なんかさ、世の女の子方、まあ男の子方とかもそうでいらっしゃるでしょうけど、姉ちゃんダメだよ、入ってこないよ。もう絶対猫入れない。猫入れたらマジでこれ作業になんないから、ごめんね。ダメなのよ、入っちゃダメなのよ、ごめんね。うん、ごめんごめん。うんうん、ちょっと待ってて。はいはい、ちょっと待ってて。うんちょっと待ってて。うんうん、わかったわかった、後でね。うん。うん。すげえなんか、なんか病んでる子でいそう。はい、あとでね。なんか今回、このカラーバターのね、なんか青いやつを使うんだけど、なんか紫を紫をちょっと混ぜた方がいいらしくて、まあ、どこで混ぜようかな。入れないよにゅんちゃん、後でね。どれくらいだろうね、なんかちょっとってどれくらいだろう。これくらいかな。これくらい出したと。なんかのアレルギーだと思うのね。思うたの。なんかくしゃみが出るからさ、なんかのアレルギーなんじゃないかな。多分これと思って。花粉かどうかも知らなくてさ、まだ。それで、アレルギー検査をしに行ったんですよ。私は初めて。それで、初めてもう血液取ってさ、アレルギー検査したんだけど、ああ、絶対これビニールの上でやるもんじゃなかった。マジ浴槽が汚れる。怖い怖い怖い。もうどうやって？これ手の上で混ぜるもんじゃないよね。どこでやればよかったんだろう。あ、もう絶対違うと思う。なんかコップとかにやればよかった。紙コップとかでやればよかったのか。くそ。
そのとりあえず血液検査をしたんですよ。それで今日その結果が出たんだけど、私は猫アレルギーでした。えっつって、猫アレルギー、こんなに2匹も飼ってるのに猫アレルギーとか思ったんだけど、まあ、まあ1年間一緒に住めたしね、まあなんかそこに関してはそんなに問題じゃないんだけど、猫アレルギーだし杉だし、なんかとりあえず猫アレルギーの他にもたくさんなんかアレルギー持ってて、小春ちょっと待って、これどうやってやる、下を先にやろうかな。うわー、これうまくいくかな、こんな感じで。ちょっと待って、ビニール足りない、ちょっと待ってよ。あ、怖。あ、しかもなんかこの配合かどうかって毎回、ちょっと待って、うまくいくかな、こんなんで。しかもなんかちょっと紫すぎる、ちょっと待って、青を足す、浴槽についたかもしれん。これは絶対にやり方がちょっと違う。どうかな、こんなんで。もっとちょっと長いな、毛が長いな。これうまくできてんのかな、ちょっとこれはさすがにわかんねえな。絶対ここで混ぜちゃいけないよね、混ぜてからつけるべきだよね。これはちょっとうまくできない気がしてきたけど、もうちょっと始まっちゃったからな、これ。これはムラになるナンバーワンのやり方だったの、これマジで。ちょっと大丈夫かどうかもちょっとわかんないから、もういいや。ちゃんと入ってんのかな、いや、もっとやるべきだよなこれ。あ、もう絶対もっとちゃんとしたやり方がある。やばい、大変だ。もっとちゃんとしたやり方が絶対ある。ちょっともう上でピンで止めたいな。髪の毛が今回長いってことをちょっと想定外だったな、マジで。これは。ここに止まんないな。これどうする？これどうする？どうしようかな。このままだと、あ、このままでもいいかもな。これ止める？もうちょっと自分の手青い。もうちょっと絶対自分の手青いけど、もういいわ。もう無理だ。どうしよう。自分の手は青い。あ、なんかもう変なゴミみたいなのが髪の毛についたみたいになっちゃった。もういいや。はい、次行こう。もうこれさっさと次行かないともうやばい。この手の上で、もうやる？もう手の上で、もうやるしかないかもな。絶対やり方違うけどね。あ、もう絶対やり方違うけどね。前はなんかもっとうまくいってたのは、もう毛先だけだったからだ。もうこんなに染めてるからさ。またわけが違うよね。もう全然わけが違う。こんなんでね、うまく染まるわけないよね。あ、それでなんだっけ。そう、アレルギー検査の話になるんだけどさ。もうさ、猫アレルギーって出たし、杉もらしいのよ。なんか、杉も出たの。杉もそうですって書いてあって、私はもうアレルギーだそうで。あと、カビとかもだし、あと、がなんでがなんでがなのって感じだけど、がも、がのアレルギーでもあるらしいよ。小春はね。あ、もう絶対これ、ここで混ぜちゃいけないと思う。もう絶対にこれ違うくなっちゃうと思う。本当に。色が入ってるかどうかがわかんないな、マジで。どこまで色入れてたっけって感じだし。あー。なんか服についちゃったかもしれない。大変。まあいいか。ああ。よし。ああ、もう手が青くなりかけてる。もう一部なってるしね。ああ、もう。もういいや。もう洗うしかない。うん。で、なんか、普通の人はなんかそのアレルギーの反応、なんかその通常なんかアレルギーとか思ってない人はなんか170っていうね、
ちょっともう何の数値だかよう分からんけど、なんか170でって出るはずの数値のところが小春が530いくつでさ、高っみたいな。なんかとりあえずなんかもう何かしらにつけてなんかアレルギー反応が出る体質らしくて、っていう、早く教えてよって感じだよね。なんかすごいこうもうくしゃみとかも年がら年中もう出る運命なのかな、知らんかったけど、そうかそうかって感じ。まあなんか食事で改善できるらしいからさ、やっぱり健康第一だよね。健康的な食事をするのが一番なんだな。まあ今してないけどさ、ちょっともう今年はちょっともうちょっともう健康になろう。健康、みんなも健康になった方がいいよ。これ全然足んないな。この4つとかじゃなくてもっと8個とかにするべきだったのかな。なんかさ、食事とかでさ、アレルギーのさ、体質がさ、改善された人とかいる？もうちょっと教えてほしいわ。なんか、一回くしゃみが出たらもうめちゃめちゃくしゃみみたいな時があるんだよね、マジで。まあでもなんかそれがなんか別に猫がいるいない関係ないから、なんかあんまり、ね、まあだからその猫アレルギー以外にもあるからなんだろうけど、もう、何に反応してんのかわかんないタイミングで出るんだよね。猫アレルギーって出たけど、なんかこう生活できないぐらいなんか大変なことになってるわけじゃないからさ、全然今後もね猫と生活するし、もう全然どうしよう猫とかって思ってるわけじゃないから全然いいんだけどさ、あとなんか猫が近くにいるからってくしゃみが出るわけでもないんだよな。あー触っちゃったー、あーまずい、早く終わらせないと、これ自分の手が真っ青になる、大変だ、ちょっともうこれはやばい。絶対手で混ぜるのは違うと思う。絶対違うと思う。小春もさ、一番最初のやつは美容院でやってもらったんですよ。大変だから。いや、もうだって今現に大変だし。ちょっとこれ、どうなの？本当にうまくいくかな、これ。こんなんでうまくできてるかな？これでうまくできたらすごいと思う。とりあえずね、なんとなくムラになるとは思うけど、もういいですから、もう今そういう問題じゃないから、っていうかもうこれこうやって結んじゃえばいいんじゃね、髪の毛、あ、こうやって結んでもよかった、そのまま結べんじゃん髪の毛、これでよかったの、髪の毛結べんじゃん、どうしよう、この横目やりたいんだけど、ちょっとできるかなこれ、この顔の横とかにやっちゃえば大丈夫かな。あ、でもできるかも。ここら辺、こうやって持って。あ、いけるかもしんない。あ、これでやろうかな。もう絶対こんなやり方は問題。待って、顔についてないかな。あ、顔についてるかも。やばい。顔に何もつけてないから顔が青くなる。もう大変。顔につかないように、これどうにかしたいんだけど。これでうまくいく？これでうまくいかん。あ、これでいいかも。耳が青くなるかも。ちょっとどうしよう。マジ顔が、顔に青がついている。大変。顔に青がついているぞ。これはどれくらいちゃんと洗ったら、顔が大変。顔に青がついている。もうやめよう。大変だから。はい。どうだろう。はい。もうやめよう。無理。もう全部が青くなる。大変。ちょっと待って。取れん。青い。ちょっと、もうここら辺中全部青くなる、マジで。やばい、ほんとに。もうやめよう。はい。やばいぞ、これは。ああ、いろんなところに青がつく。裸でやればよかったの、これ。でも裸でやったら動画が撮れないな。これ混ざっちゃったままでも平気なのかな？混ぜるな、危険？そんなことある？他の色と混ざっちゃっても平気？そんなこと言っている場合ではない。カビハイターで綺麗になる。でもカビハイターって違うよね。あ、なんか綺麗になったかも。なんでこの服でやったんだ。ふう、危ねえ危ねえ。落ちた。イエイ。
イエイイエイイエイ。この状態であとどれくらい待てばいいの？あ、顔が青い。まあなんかさ、もうこう、もう生まれてこの方もううん十年こう染めないでいたじゃない。私はもう染めないキャラだったんだけども、まあっていうのもさ、もう多分一回ハマりだしたらめちゃめちゃいろんな色に染めちゃうだろうなと思って、ね、なんかさ、その一回染めだしたらマジで本当にめちゃくちゃいろんな色に染めちゃうだろうなと思ってたから、なんかマジ避けてたんだけど、マジ今から本当これ染めまくんだろうな。これこういうのハマるとな、めちゃめちゃこだわっちゃうんだよな。大丈夫かな、これ今どれくらい経ったか全然わかんないんですけど、どうなんだろう。みんななんかマジアレルギーと付き合ってる人、マジどうやったら改善すんのか教えてほしいわ。まあでもなんかすごい生活に支障があるわけじゃないからと、なんか別に今のままでもいいっちゃいいんだけど。あとこれ何分待てばいいんだ。髪の毛完成したのに顔が未完成になったよ、もう。割とうまくいったんじゃね？割とな。これ割とうまくいったんじゃね？はい、それでは皆さん、さようなら。